デザインペインターの大浦幸子です。私がアカデミーに3年在籍している理由と高橋貴子先生についている理由をお話ししたいと思います。貴子先生がこのアカデミーで作りたいのは、出し惜しみなく先に与える人、そして期日をきっちり守る人、そして自ら考え自分で行動できる人です。で、私はそこにとっても居心地をよく感じていますし、居心地がいいっていうことは生ぬるくって、貴子先生に任せていたら答えが出て、あ、自分でも考えなくても答えが出て、その答えがあればうまくいくっていう、単純にそう、自分が何もしなくても成功するっていうような、その居心地の良さではなくてですね、共にメンバーと一緒に成長していける場があるっていうところに、私はとっても居心地の良さを感じています。特に私は関西なんですけれども、関西メンバーがすごくってですね、皆さんコツ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 結果を出し続けているんです。それを見ていると、私もやらなきゃ、言ったこと、まあ思っていることも行動に移してやらなきゃ置いていかれるし、私も一緒に成長していきたいって思えるからです。で、私は3年前にもうどん底でうまくいかず、このまま仕事を辞めてしまおうかぐらい思っていたんですけれども、コンサルに入った時に、コンサルっていうのは3ヶ月から半年ぐらいで卒業できるものだと思っていたんですね。というのも、行ってやり方を教わったらそれでスーッとうまくいくもんだとも思っていて、軽く考えていました。でも3ヶ月経っても覚えたことは、ブログの伝わる書き方とかコンセプトとか、今後の事業計画とか全くその時点でもできていないし、本当は焦っていましたが、でも居続けるにつれて自分の甘いところとか、経営するっていうこととか全然知らずに生きてきたんだなと思い、1年目は過ぎました。で、その時まだパートです。でも今年はパートを卒業して、いよいよ独立まで来ることができました。やっぱり継続して同じコンサルタントさんに見ていただくっていうことは、弱かった全くゼロの私のことを知ってくださっていますし、だん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 成長していっている過程も見ていただけます。そして私のダメなところ、メンタルが弱いところとか癖を先生がちゃんと見抜いて把握してくださいます。なので、今大浦さんはこうだけど、こういうアドバイスをしようと先生は考えてくださって、アドバイスをくださるので、単発で、まあ、3ヶ月半年1年で卒業、あとは頑張ってねっていうやり方ではなくって、私には継続して先生に見ていただいているっていうのがとっても合ってると思っています。そして私がアカデミーに3年もいる理由、3つ考えました。まず1つ目、結果が出せるということです。その都度その都度、まあ、コンセプトを決めてから、そして授業内容を決めて、いよいよ行動していくんですけれども、まず制約しようとか、私も全然制約できてなかったので、集客ばっかりに思うんですよね。でも集客よりも制約も大事だよっていうことを学び、その制約っていう課題も、まあ、先生と一緒にプロセス考えてですけども、クリアできたら嬉しくなりますよね。お、先生ってこんなに喜んでくれるんかと、モチベーションが先生を喜ばせることみたいになってくる時もあるんですよね。でもそれがあるからやっていけるっていうのもあります。なので一つ目は結果が出せるです。そして私が貴子先生に3年もついている理由のその2、ステップアップしていき、その都度最短で結果が出せるアドバイスをいただけるです。当たり前かなと思う
と思うかもしれないんですけど、これはちょっと違いまして、課題を一つ一つクリアしていくごとに新たなステージへ上がっていけるわけなんですよね。もう本当に最初はアカデミーの1年生の時は周りの人たちがすごい人たちに見えて、もうその皆さんとのランチの時に食事も喉通らないぐらい緊張してたんですよ。で、高子先生にもよう話しかけられないというか、もう本当次元が違う人ぐらい私はうまくいってなかったんですよね。で、一つ一つうまくいっていくと高子先生に自信をつけていただけるんですよ。自分にも自信がつく、そして何よりメンタルが変わりましたね。3年前はどんだけもうマイナス思考でネガティブだったかを、もうその都度その都度開いてくださるセミナーに参加をしていくと目から鱗で、もう心もだん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 生まれ変わっていって、考え方も変われるようになったら、次次次っていう本当にこう階段のように次のステージに行きます。初めての見る景色です。で、そのステージに会った時にどう行動すればいいのかだとか、今何をすべきだとかがやっぱり初めての場所なのでわからないんですよね。その時にもう高子先生はそれを経験済みな方です。しかもコンサルタントをずっとやってきた来る前はサラリーマン時代もあって、営業部長を務めていたりとか、あとは自分でもパン教室を開いていて、それもコンサルタントをするためなんですけども、そういうもう自分にとても厳しい方です。自分の目標をこう必ず12月31日の0時まで粘ってやり遂げる人です。だから自分に甘くないんですよね。そういう先生に今の私のステージの状態を見て的確なアドバイスをいただけるっていうところに私はとっても信頼をしています。そのアドバイスも甘くないです、優しくもないですし、本当に冷たいっていう、人間的に心が冷たいっていうんじゃなくて、フラッとしたマインドで言ってくださります。女性ならではのキーキーした感情とかも一切含めず、さらっとした状態で私が提出したものに対して先生はアドバイスをくださるので、客観的に冷静に見てくださるんですよね。だからもう本当にありがたく感じております。それが第2の理由です。第3の理由です。3つ目はやっぱりアカデミーにいるメンバーさんのレベルが高いことです。本当に皆さん、高子先生から出される課題、ミッション、に目標を忠実にこなしてくださっています。その姿を Facebook 上で見たり Zoom で見たりしていて、もうとっても頑張り屋さんの皆さんに囲まれていることで、私も同じく成長していけるっていう環境があることですね。とにかく人に一生懸命な人と一緒にいれるっていうのがとてもいいです。もう弱音や愚痴やらばっかりじゃなくって、こうしたらええんちゃうとか、こうやったらうまくいったのよ、やったらいいのにとかいう前向きな発言が飛び交っています。まあ本当に嬉しいですね。すごい、ここまでお客さんのこと考えてるんだ、じゃあ私も、そういうおもてなしをしていきたいなとか、相乗効果ですね。とっても嬉しいです。私も情熱デザインペインターとして人を一生懸命応援したりとか、え、そんなことっていう驚いてくれるような提案をすることが大好きで、自分からどんどん動きたくなるように成長してきました。これも全てアカデミーの皆さんと高子先生のおかげです。前の動画が出ていますが、すごい幼かったんだなって思います。でもあの時点でもかなり私の中では、わあ成長させてもらったって思ってるんですけど、こう見た感じどうですかねはい、もう本当に気持ちも整えていただき、何でもできると自分を信じて行動することが今年に入って本当に実践できました。それもやっぱりパートを辞めて独り立ちをして、毎月毎月自分で稼いで人のために役に立って喜んでもらえて、
お給料を得て、それをまたお客さんに還元していくっていうことをこの1年やってきたから、また一回り私は成長させていただけたなと、来年2020年はまた次のステップへっていう段階であります。今後とも皆さん、貴子先生、そして新しいメンバーになる方、一緒に頑張っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。